大統領とは5月ソウルでお会いして以来ですが、その記憶もまた新しい中、こうして再会できますこと大変嬉しく思っています。現下の国際情勢を踏まえれば、日韓の首脳が堅固な信頼関係、そして戦略的な問題意識を共有する中で、こうして緊密に議論、そして連携を図っていくこと、大変意義深いものであると思っています。欧州大西洋、インド太平洋の安全保障環境は、ますます過分なものとなっています。今回は NATO と、我々を含むインド、太平洋のパートナー国との、連携を深める場であると思います。この NATO 首脳会合に合わせて、今日こうして、尹大統領とお話しすることができるわけですが、本日は、北朝鮮情勢、最近の安全保障環境ですとか、また国際的な諸課題を中心に、率直に意見交換をすることができればと、思っております。지난5월한일중정상회의에서뵙고다시또이렇게만나뵙게돼서정말반갑습니다총리님과저의견고한신뢰를바탕으로양국이긴밀한소통을이어가며협력의성과를쌓아가고있는것을기쁘게생각합니다최근러시아와북한이포괄적전략동반자조약을체결하고군사적경제적밀착을가속화해나가는움직임은동아시아는물론이거니와글로벌안보에심각한우려를불러일으키고있습니다이렇게나날이엄중해지는국제안보상황속에서우리양국이3년연속 IP4의 일원으로서 NATO 정상회의에참석하는것은그전략적함의가매우크다고생각합니다최근러북의밀착은한미일의캠프데이비드협력이
얼마나 중요한 것이었는지 보여주고 있습니다. 한일 양국이 나토 회원국들과 긴밀히 공조하면서 결코 북대서양의 안보와 동북아의 안보가 서로 분리될 수 없다는 것을 우방국들과의 단합된 대응으로 확인시켜 나가기를 희망합니다.